はい、どうもフミエデブです。ちょっとね、ノー編集と声が反響しておりますが、ご了承ください。6月4日、明日ですね、セレクトボックス、開催ということで、公式からですね、情報が来ました。ありがとうございます。でさ、めちゃくちゃ熱くないこれ。めちゃくちゃ熱くない。まず熱いツムで言うと、魔女マレフィセント、白の女王が熱いっす。熱い。はい。これさ、あの大晦日のセレボにちょっと似てて、まあ、ここはジャマレで、あとユキエルとかアクアが入ったらもう大晦日とほぼほぼ同じみたいなイメージなんですけど、熱いよね。まあ、ただね、先月のあのアナキンとマスター・ルーク、カイロ・レン、あのセレボと比較するとちょっとねっていう感じのセレボなんですけれども、まあ、魔女マレ白の女王入ってたらもう超激アツでしょっていう感じの内容です。でまずね、限定ツム言うと、まあ、上からブライドラプンツェル、ブライドジャスミン、ブライドアリエル、エンチャンテッドオーロラ姫、モアナ常駐だった気がします、ウェンディ常駐かな。で魔女マレフィセント期間限定、フリンライダー常駐、フィリップ王子常駐、ロマンス野獣限定、王子常駐、白の女王限定ですね。なんでまあいいっすね。でまあ自分予想したのはマレフィセント魔女マレが来るんじゃないかと、まあこれはつむつた関係でっていうところとですね、まあブライド系もね、まあ、自分言ってたんですけども、まあ、ピックアップで来るかなと思ったけどセレボで来ましたね。はい、自分多分ブライドアリエルスキルマじゃないんで嬉しいですね。はい、です。でちなみにまあスコア、あコイン稼ぎで優秀なのがその魔女マレフィセント、白の女王の、あとウェンディも常駐で、しかもコイン稼ぎ優秀なんで、えやばいな、ウェンディもいるじゃん、そういえばやばっ。で、あとは、ミッションで超優秀なモアナでしょ？で、あとは、スコア出しだと、ブライド・ジャスミンが、上手い人だと3000万超えたりするし、ブライド・アリエルって確か、高得点、ツムに変わって、確かすごい、高得点が4000万とか5000万出せるツムじゃなかったっけ？じゃ自分全然やってないんですけども、確かそういうツムだったはずです。まあ、その辺も見てもですね、かなり優秀な、セレボかなと思います。皆さんコイン貯めましょう。コイン貯めましょう。新ツム引くぐらいだったらこっち引いた方がいいかなと思います。はい、当たり枠がさ、だって魔女マレ白の女王ウェンディでしょ、でモアナはまあみたいな感じで、普通によくねでまあこれ動画のあれなんですけど、特にであの後半どうのこうの特殊なあのあれはないと思うんですけども、まあ、運営さんのおすすめとしてはブライドアリエルをおすすめしてるみたいです。すいませんブライドアリエル、このさ、シークバーだったっけ、シークバー操作めちゃくちゃむずくない？あそこに設定したのにさ、シークバー行かないんだよね。おしょしょしという感じでね、ちょっとサムネ用に